1 5 5トル先進砲システムはアメリカ合衆国のユナイテッドディフェンス社が開発した元宝。1991年9月27日、アメリカ海軍はフロムザシーと題する海軍白書を発表した。これは冷戦構造崩壊後の非対象戦争、戦争以外の軍事作戦の要請増大に対応して主たる作戦海域を 海洋域から沿海域に切り替えるという重要なドクトリン変更の端緒であった。これに伴い将来水上戦闘艦を開発する一大プロジェクトとして1990年代に進められていた SC-21 計画のコンセプト開発でも水陸両用作戦における海上火力支援任務が重視された。当時アメリカ海軍では マーク455インチ単装砲のような中高径艦砲しか保有しておらず、一発あたりの威力や投射弾量、射程距離に限界が指摘されていた。これに対してアメリカ海兵隊は AGS の選定にあたり、地上部隊装備の M198-155mm 榴弾砲と同程度の威力と最低41回りの射程を要請していた。これに応じて、 SC-21 計画艦に搭載するための大行景艦砲として開発されたのが本システムである。当初は方針は艦板下に縦に固定しておいて垂直方向に誘導砲弾を打ち出す垂直発射砲として計画されていた。しかし1999年9月に計画は修正され従来の無誘導砲弾も使用できる在来式の旋回砲がとされた。 方立ては、可動式の方が部分と、固定式の方針格納部分に分かれており、使用しない時には方針を完全に方立てないに、収容することで、ステルス性を確保している。方画部分は、スリップリングを使用して、全周無制限の旋回に対応している。また行不角は、付角5度から行角70度まで可能である。方針は62口径長の長方針とされた。冷却は、 水冷方式であり、外部を冷却用の筒で覆っている。当初は、ステルス性を考慮して、方針自体を台形の平面で覆うことも検討されたものの、結局、従来通りの円筒型となった。蒸気の複雑な方立て形状はこれを受けた装置であった。装填は方針を垂直に立てて行われる。砲塔下の弾薬庫には、弾薬が8発入りの弾薬箱に収容されて、 格納されている。弾薬箱の選択、移動から、弾薬の取り出し、用弾薬、装填及び、ミサオ法まで、完全に自動化されており、弾薬庫内も含めて無人化されている。法、砲塔用弾薬、装填機構、また、弾薬庫内での弾薬箱移動を含めて、動力はすべて電動であり、8 0 0ットの電力を要するとされている。弾薬庫内には、 パレット38個が収容されている。本砲はアメリカ海軍で伝統的な 152mm 口径ではなく、地上部隊用の榴弾砲で一般的な 155mm 口径を採用しているが、弾薬の互換性は持たない。砲弾としては誘導砲弾にも対応しており、当初は GPS、INS 誘導の長射程対地攻撃弾の搭載が計画されていた。 これは、ロッキード・マーティン社が開発していたもので、ロケット補助推進弾とすることで 118km という長射程、また GPS、INS 誘導とすることで、平均誤差半径20から 50m という精度を確保していた。砲弾重量は 102kg、作薬量は 11kg であった。しかし2013年2月には射距離117。 キロメートルを記録したものの、当初計画では一発あたりの価格が3万5 0 0 0ドルとされて、代替砲弾としては127ミ、mm、リメートル砲や開発中のレールガン用に開発されている超高速砲弾の利用が考えられており、本砲では発射速度10発分最大射距離130キロメートル以上と見積もられている。このほか大会攻撃用として、 ミリ波誘導で最大射程 56km の誘導砲弾の構想もあった。なお無誘導砲弾として最大射程 44km の BLRP の構想もあったが、これは2006年に開発の棚上げが決定され、中止されたとの説もある。SC-21 計画をもとに建造されたズムールと旧ミサイル駆逐艦では、監視艦板に2門が搭載されている。 また、マーク45と乾燥して、RA バーク級ミサイル駆逐艦に搭載できるように、小型軽量化した AGS ライトも開発されている。ありがとうございます。